ダーウィンは、欧州宇宙機関が提案していた、4機あるいは5機、または8機の宇宙機を一つの観測機として、太陽系外地球型惑星の直接検出、及び地球外生命の調査を目的とした、基礎計画である。2015年以降の打ち上げを予定していた。2007年に費用が高すぎるとしてミッションは、打ち切られた。 最新の設計では編成飛行する口径3から4メートルの宇宙望遠鏡を搭載した古機となる3機の宇宙機及び親機となる1機の宇宙機を一つの巨大な干渉系とすることが考案されていた。遠くの惑星及び星からの光を受けた古機はビームコンバイナ、分光器、アレイ干渉系及び通信ハブ機能を備えた親機にリダイレクトする機能を 有していた。ロビン・ローレンス設定と呼ばれる初期設計においては、合計1.5メートルの宇宙望遠鏡6機、ビームコンバイナー宇宙機と電源を別とする通信用宇宙機の発揮構成となっていた。しかし計画の検討は2007年に検討終了とされ、以降の活動は計画されていない。仮に計画が続行していたとしても、画像イメージの生成に、 各宇宙望遠鏡が数マイクロメートル内の距離を保った上でおよそ1ナノメートル以内で受信制御を行う必要があり、このような精度が技術的に実現可能かどうかについては、さらなる検討が必要になっていたと思われる。宇宙望遠鏡による観測は電磁スペクトルの赤外線領域を利用して行う。太陽系外惑星の研究において超高分解能。 いわゆるミリ秒オーダーの赤外線画像を生成することで天体物理学の様々な詳細研究が可能であったと考えられている。赤外線領域が選ばれた理由として地球型惑星は可視スペクトル領域において他の10億の星よりも輝いていることによるが赤外線においてその差は桁違いに小さいものとなる。2000年餌によれば 赤外線による観測を行うためには宇宙機に搭載された光学機器は40ケルビンまで受動的に冷却されると報道された。惑星の調査には塗る干渉系の使用が想定されていたと考えられる。これはサンビームの位相変化を利用することで大きな干渉を受けた中心の星からの光は打ち消されるが、 周回している惑星はわずかにズレが生じるため打ち消されることはない。この現象によって星からはるかに明るい光があっても惑星の検出が可能となる。惑星の探知を行うために宇宙望遠鏡はイメージングモードで運用を行う。地球型惑星の検出には数ヶ月でおよそ10時間分の観測が必要となると考えられている。 2002年に設計された合計1.5メートルの宇宙望遠鏡の場合、地球型惑星のスペクトルを得るためにおよそ100時間の観測時間が必要になると考えられていた。ダーウィン探査機が生命活動に適した惑星を発見できていれば、赤外線スペクトルを分析することで大気の詳細について研究されていたと考えられる。スペクトルを分析することで、 大気蘇生を決定することができた場合、それは地球外生命の存在する証拠となる可能性がある。これは酸素は反応性が非常に高いため、仮に大気中に高濃度の酸素が存在した場合、光合成のような常に酸素を生成するプロセスが必要になるからであり、大気中の大元と水蒸気の存在は地球外生命の証拠となり得るからである。 酸素の実の存在は生命の証拠にはなり得ない。木星の月の一つである衛星、エウロパの場合、水分子の放射線分解によって生成される大気中の酸素濃度は希薄である。数値シミュレーション上では適切な条件下においてに酸化炭素の光分解から酸素を生成することは可能と示されている。水蒸気と二酸化炭素の光分解は 水酸化物イオンと原子状の酸素をそれぞれ生成した後、宇宙空間に水素が放出されることで低濃度の酸素を生成する。水の光分解が高高度で行われて酸素が生成され、効率的にオゾンに衝突すると、オゾンが蓄積される代わりに、水素イオン、水酸化物イオン、水のような水素化合物が生成される。 大気中のオゾンが高濃度である場合に酸素が生成されるためには生物学的な光合成のような反応が低高度で行われることが唯一の方法でありそれはまた少量の水が紫外線のある高高度に到達することを意味する大気中にオゾン、水、そして二酸化炭素が同時に存在することが地球型惑星での生命の痕跡を示すものとして 信頼性が高いものであり、ダーウィン探査機はこれらの大気成分を検出できただろうと考えられている。2007年に発見された惑星グリーゼ 581D はダーウィン計画の候補と考えられていた。ハビタブルゾーン内を周回する、この惑星は地球外生命の存在を推測していた。 NASA の地球型惑星探査計画であるテレストリアルプラネットファインダーは干渉系を使用するものでダーウィン計画とコンセプト上でも科学目的においても類似していたが2006年2月6日に行われた2007年の予算報告において無期限に延期となり2011年6月に計画の中止が報告された EN ・アントワーヌ・リーベリは 個々の宇宙望遠鏡を球面配置し、干渉イメージングに重点を置いた、より大型の天文干渉系を利用する、ハイパーテレスコープというダーウィン計画に類似した計画を提案したが、ダーウィン計画や TPF 計画より大きくまた多くの編成された宇宙機を用いるためより複雑となり、予算もはるかに高額な計画となっている。ありがとうございます。